椎茸。椎茸。椎茸とししとや。エビもやばいよ。エビ、エビ、こう顔やから。フレーズやってる。全部いいな。全部いい。ピンク。ピンク。お、椎茸。ひも。やばい、ちょっと待って。あ、でもちゃんと薄ろしいだけ。なに、自立するんかな、これ。飾り包装だった。いや、怖っ。シークレットあるんだ。あ、シークレット。これ何や。シャチホコ。シャチホコのレバー。またピンクだ。あれちゃう。あ、あのまま、もう絶対。絶対まさかの椎茸やろ。ソテカブリ。キモッ。シイタケ可愛いと思ったけどさ、2個もいらんな、シイタケな。多分普通のシイタケの方が安いと思う。あー、1個300円やもんな。今800円使うと。シシトウとか欲しいな。これ紫、ナスビ。ナスを。え、顔ないし。あ、これが顔ちゃうやろ、反対や。あ、そういうことや。いや、ここな、見える。まあまあ怖いな。なんか、ししとうか、エビ。あ、緑や。緑？え、ししとうじゃん。わかりやすい。あ、ししとうや、ししとうやわ。あ、ちょっと待って。まあまあキモい。まあまあキモい。なんちゃう？まあ、キモいな。まだ、かぶり1回だけやる。まだやるん、うん、シークレット欲しかった。シークレットが何か分からへんからな。かぼちゃいらんの。それさ、かぼちゃが嫌いやからやろ。かぼちゃ嫌いや。エビ出んな、エビ。エビ赤っぽいね。エビちゃうこれ。いいんじゃない、いいんじゃない。エビちゃう。うわぁ、怖っ。エビ怖い。あ、エビ。え、エビかっこいいの。かっこいい。赤レンジャーポジション。エビかっこいいぞ。赤レンジャーポジション。あ、うん、もっと。だって今、1、2、3、4みたいな。あとこれ残るやろ。かぼちゃいらんか。シークレット。あー、マスリー。かたくなにかぼちゃいらんや。マスリー。あー、ナスですね。ナスです。はい、やりだった。うん、おしまい。ぽいぽい。レオン。あ、ちっそ。園長。え、あ、かわいいぞ。でかくなく園長。うん。へえ。うん、小豚ちゃんな。そう、それな。うん。全部園長。まあ、わかめもいいよね。もっと。せやん。白い。なんでわかった？白い。全7種類。名前だけ。もちち。もちち。もちち。わかんないでしょ。黄色。ワンタン。え、めっちゃいいよ。違う。ちゃうん。カップや。担々麺。担々麺一番いらん。うわ、いらねえ。どなしは見える？見えん。外人多すぎ。外人さんめっちゃ多い。何しか、ここめっちゃ多い。赤色。赤。スーパーカップ。鶏ガラ醤油。鶏ガラ醤油。うん、まやん。あ、でもまあこれはね、いいよね。まあ、変わってない。変わってないな。小豚が欲しい。豚いつ出るんや。小豚とさ、何しかこの、これ。黄色。黄色？え、さっき担々麺何色やった？黄色。え？じゃあ担々麺じゃん。
担々麺。担々麺。だからさ、この色っぽくない、このなんかオレンジっぽいやつが豚っぽい。小豚？うん、分からんけどな。小豚かエースコック、ね、そう、なぜか小豚かエースコックが欲しい。わかめも出へんの。エースコックといえば小豚。そう。春雨か。もちち。もちちじゃねえ。もちちやろ、その色。うん、もちち。おっと、かぶり出したぞ。かぶりエビだ。緑やもんな。これはこれでいいよね。うん。あ、わかめはいいな。うん。でもさ、なんかエースコックのワンタン麺と小豚は当たり枠っぽいからさ、なんか渋られてそう。ちょっと。透明。あ？小豚来た。小豚透明やったんや。小豚透明やん。かわいい。これはかわいい。かわいい。かわいい。あとはエースコック。まさかの。まさかの？小豚かぶる。もう。勘弁してくれ。あんだけ欲しかった小豚が今となってはいらんな。小豚人気ぐらいいるんちゃう。え、嘘やん。いる？いや、俺いる。誰が小豚やん。ブーブー。何それ？紫？チェッポ。紫？あ、スーパーハルサメだよ、多分。ほら、スーパーハルサメじゃん。もうさ、ほら、やっぱりさ、このさ、エースコック一番あれやねんって、当たり枠やから締められてんねんって。ちち、はい、お客さんは変化してましたね。もちちが多すぎませんかって。あ、来た、オレンジ。初めての色？うん、あ、そう、こんなんいいんじゃん。あ、やったー、やったー。あ、これはめちゃくちゃ可愛い。これ全部揃ったんじゃん。全部揃った、めちゃくちゃ可愛い。それが欲しいね。これは欲しい。え、そのちょっとなんか3種類、あの全5種類って書いてある。1、2、3、4。あ、これで5。ちょっと狂った感じが。でもこれレアって書いてんねんで。オレンジ全部オレンジ。え、違うで。あ、ひよこ黄色やわ。見えてしまった、うん、それとんぶりやん。これや、どんぶりや。どんぶりやけど、なんかわからんな。うん、そうやね。これ、まあ一番。あ、でも卵は見えるんだ。でも一番いらん。一番いらん。うん、一番いらん。正直。悪霊は払っとく。うん。悪霊退散って言いながら回し。悪霊退散。赤ですよ。こんなどのまで。あ、いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。かわいい、かわいい。閣僚は退散したから安心やな。うん、もうかぶらへん、うん、ちょっとやめてよ。早速かぶって、うん、すぐかぶりやな。これ結局5袋入ったこれやな。そう、5個出したらこれいらんよね。うん、最初オレンジだ。最初オレンジやった。これめっちゃいらんやつ。これ出た時点で終了。いや、ほんまあの、だからこれも欲しいよって。いや、欲しい。あ、違う色だ。これ？うん、ゼロ秒。あ、でもそれはありあり。うん。全然ありですよ。法則的にはくすみをこれと。これやろ、もう最悪やで。
五袋じゃん。いいじゃん、いいじゃん。おねえ、ひよこちゃん出るまでやるそうな。これで揃った、うん、揃ったえ、可愛くないこれ。なんかもうちょっとやばい感じが、なんかヤバさがひしひしと。どれが欲しい？明治。いや全、いやタケノコとキノコかな。これどこれ？うん。でかいの4センチもある。え、そうなん。ほなちょっと様子見るわ。40ミリとか。様子見るわ。様子見る。緑。これはタケノコ。食べたなるなこれ。ナイフ。うん、まあでも A サイズか。うん、悪くない、悪くない。何目線誰目線何の感覚なの。白、あー、グミ系、どっちかじゃない。グミだね。うそ、薄いやん、マジで、マジでか、ついてんな。え、ついてんな。あ、そうか、あ、そうか、あ、そうか、何かなんで、あ、そうかな、白で。いや、俺一緒のやん。違う違う違う、キノコや、両方出たで。うん、だってこれぐらい。いや、それはポイフル、うん、ポイフルとかの方が好きやけど。うん、ポイフル狙いラスト。ポイフルっぽくない？赤？赤。いや、これポイフルやったらすごい激アツ。よっしゃ。どうしたん？ポイフル。どうしたん？ストレートやん。すごい。俺のポイフル。俺のポイフルって言うなって。それ？うん。これ、これが、これがメイン。これだけを食べて帰る。ネギタコも、ネギタコも欲しい。500円。ガチャガチャ2回分に及ばへん。相当すごいな。すごい。なんか300円と思うからさ、なんかサクサクやってまうけどさ、要はさ3回やれば1000円やもんな。おしゃのこれ。メンダコな、メンダコを諦めたよ。だからメンダコを食べさせよう。あれ欲しかったな、メンダコちゃんな。まあいらんかな。いらんかな。超暑いよ。うん。おいしい？うん、危ないね。あ、そう、だいぶ